第一次バロン戦争中である1217年3月20日、リンカーン城で起こった戦い。将来のフランス王ルイ8世の軍と、イングランド王ヘンリー3世の勢力が激突した。ルイ軍は、ペンブルック博、ウィリアム・マーシャルの率いる援軍の攻撃を受けた。フランス軍を率いるド・ラペル主伯爵はこの戦いで、戦死し、これが、ルイの大敗北と、軍が、 イングランド南東部に撤退を余儀なくされる原因となった。この後引き続いて起こった略奪はリンカーン事件と呼ばれている。ヘンリー軍が都市を荒廃させたため市民たちはルイの方に忠実であった。1216年、イングランド王位の継承についてフランス王大使ルイがロンドンに入りイングランド王となったことを宣伝すると第一次バロン戦争は 新たな局面を迎えることになった。ルイは、ジョン王に造反する、イングランド諸公らの支持を得ることになった。だが、戦争の半ば、ジョン王が死去すると、彼の8歳の息子である、ヘンリー三世が退官することになった。ジョン王の死によって、多くの諸公が倶返し、ヘンリーのためにルイと戦いたいと考えるようになった。ヘンリー王の殺政であり、巧妙な騎士にして、 馬上槍試合の名手であるウィリアム・マーシャルは、王の命令を実行する権力があった。マーシャルは、イングランドの貴族すべてに対し、ニューアークに集まるように招集をかけた。およそ400人の騎士、250人の石弓の使い手、さらに多くの騎兵及び、不評戦士が参列することになった。この兵らは、王大使、ルイの兵衛によるリンカーンに対する包囲攻撃を、 打ち破るために更新していったのである。中世のリンカーンは、近くにあったノルマン城とその中心が、古代の城郭都市の作りになっていて、ローマ人が建築した日本の主要な行動である、アーミン通りとフォッシー通りの交差点にまたがる形になっていた。これらの道路は長い間、イングランドにおいて、小取引及び、政府の中心であり、要所であった。 これより150年前、ウィリアム征服王は、ローマ軍の野営地のあった丘の上に、リンカーン城を建築するように命令をしている。戦いが起きた1217年、リンカーン氏は、ルイ軍によって占拠されていたが、城はなお無傷であった。ヘンリー王の駐屯地は、ドラペル主伯爵率いるルイ軍の攻撃を防衛する、重要な砦として、防戦を続けていた。 ストーシから数マイルほど南西にリンカーンがあり、マーシャル軍はここから行進した。出陣がペルシュ伯爵に知られてしまい、彼の騎士たちは敵軍の強さについて議論をしたが、マーシャル軍の勢力は比較的小さいと予想した者たちは攻撃的な作戦を提案した。すなわち、マーシャル軍はリンカーン氏の縄文に到達する前にやえいちがある。 丘の上の開けた場所で戦おう、というのである。一方で、マーシャル軍が大規模なものであり危険だと予想した。者たちは、より防衛的な案を提案した。すなわち、マーシャル軍が、城門に到達するのを遅らせつつ、包囲攻撃も継続し、城を占拠して優位な立場を得ようというのである。意見の衝突は長く続かず、 結局は、防衛的な案が採用されることになった。マーシャル軍は、城に、最も近い城壁のある区画である、北門に進んだ。マーシャル軍の石弓部隊を率いる傭兵、ファルケド・ブレントの襲撃により、門を開かせた。ペルシェ伯爵の軍はこれに対応せず、城への包囲攻撃を続けたいたという。北門が、 マーシャル軍の主力によって確保されると、ブレントの石弓部隊が建物の屋根の上に陣取り、高所を抑えてしまった。高所からの石弓による一斉射撃は速やかに敵軍を殺していき、ペルシュ軍に損害と混乱をもたらした。ペルシュ白爵は降伏を勧告されたけれど、包囲作戦を崩壊させたからと死ぬまで戦うので、あった。類軍のうち、 捕虜とされなかった者たちは、南の門からリンカーンから逃げて、ロンドンに向かった。戦闘終了まで、およそ6時間ほどを要した。王太子類に同盟しているように振る舞った、リンカーン氏は、勝利したマーシャル軍による略奪を受けたが、これは、リンカーン事件と呼ばれる。南では、リンカーンとロンドンの間に住んでいた住民たちが、 南にあるロンドンに逃げ込もうとするフランス兵を待ち伏せして殺すということもあった。第二次、リンカーンの戦いは第一次バロン戦争を終わらせた。ヘンリー三世に敵対していた者たちの多くは王太子類を支持し、類から供給などを受け、彼の軍事力によって組織され命令などを受けていた諸侯だったが、この者たちはリンカーンで捕虜とされてしまったのである。 戦いによってフランスによるイングランド王位への危機は取り除かれた。王太子類とその軍隊はイングランドを放棄し、イギリス海峡を越えてフランスに帰還したのである。ありがとうございます。